例えば、かっこいい、かっこ悪いとか、声がはっきりしてる人ないとか、暗い、明るいとか関係なく、これやってれば基本的にどんな人でもファンはつきます。少なからず1年やってたら100人はできます。はい、松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日ですね、痛みを治すヒントだったりアイデアを治療科のあたりお届けできればと思います。松田さん、はいよ。今回なんですけど、ちょっとファンをつけたくて。最後まず売れてからでしょ。いや、そうなんですけど、やっぱりその、すごく大事なんですけど。大事だね。大事大事。前提大事。大事大事です。普通に聞くと芸能人みたいな。ファンになりたいんですよ。そんなお前売れてからでしょよみたいな。どこの中を見るかって言ってんねん。盛大な話じゃないですよ。俺は東京に行って有名になるんだみたいなね。そうそう、バカ野郎みたいな。芸能事務所入ってからでしょみたいな。売り上げは前提として、前提としてね、前提としてやっぱりファン大事なのかなって。ファン大事ね。確かに松田さんもファンがやっぱり多いのかなって僕は思っていました。いやいや、まあ多いっすね。最近マジ怖いね。どこで見られてるか本当に分かんない。あ、この前もさ、手紙が来て、もうあの直筆でね、いろいろ来るんですよ、手紙が。開けたら無言で何も書いてないのにスタバのカード入ってたりとか、全部それが定期的にちゃんと2ヶ月に1回かかる。誰みたいなのがあったりとか、10枚ぐらいこうなんか直筆の墨で書かれちゃったりとか、飛行機降りたら「いつも見てます」って言われたりとか、「このままあそこいましたよね」って言われたりとか、勉強会どこで見られてんだろう俺ってなりますからね。このチャンネル登録でこれかと思うと、なんか100万人とかいったらもうマジ待ち歩けんですね。いや、本当そうです。ファンは増えてきますよね。ファンが増やしたいと。はい、僕みたいな小さなこれから始めていく会社、生体院とかでもできる、はい、そういうファンの付け方みたいな部分について教えてもらいたいなというふうに思っています。わかりました。はい、さっきよりも言いましたけど、俺これしかやってない。今でこそまあ増えてはきましたけど、もともとじゃあ私が最初から有名かってそんなことなくて、本当にもう半年前まで編集もしない動画をYouTube に上げてたわけでも、それもファンがついてきたりとかっていうのがあって、でも最初ではチャンネル登録10人ぐらいからこうスタートして、100人が1ヶ月後でとか、そんな感じちょっとずつ上がってくるまでに意識したいことが一つだけ、これだけ意識した方がいい。例えばかっこいい、かっこ悪いとか、声がはっきりしてる人ないとか、暗い、明るいとか関係なく、これやってれば基本的にどんな人でもファンはつきます。少なからず1年やってたら100人はできます。絶対つく。何やってる。いや、でも、やっぱりなんか、コミュニケーションかな。わかろう。そこ。コミュニケーション大事ですね。はい、大事なんだけど、これ研究でもあるんですよ。これはこう人材育成の方、マネジメントの方の研究だったんですけど、1日10分を1週間続けた、いわゆる7日間、まあ休みの日があるか、5日間続けました。1週間で50分。だいたい1ヶ月で50分かけるの4で、だいたいまあ3時間ぐらい。1回、10分を毎日5回の50分と、1週間に1回50分。同じ時間。これを1ヶ月間試した。そしたらどっちの方がいわゆる仕事の効率が上がったか、信頼性が上がったか、部下で、これどっちかって言ったら圧倒的にこっちだったんですよ。いわゆる1日10分をあった方がこの部下の成果も上がりましたっていう研究結果があって、はい、でこれ何が言いたいかっていうと、人は基本的に会った回数、人を信頼する、これ時間じゃないんですよ、回数なんです。これはね、ザイオンス効果って言うんですよ。何かというと、人は会った回数増えれば増えるほど人のことを信頼するし、好きになるっていうこと。だから俺が意識したこと何かって言ったら、とにかく毎日出すことなんですよ、動画を。あ、そしてそれをメールアドレス登録してくれた人に毎日送るんですよ。はいはい、で毎日送られたくない人は解除するんです。だいたいこれがまあ7割ぐらいの人は解除します。でも3割の人は、10人中3人の人は好きになるんですよ。うん、で毎日見ると、今日松田さん見てないなってなんですよ。でこれって思い出すイコールファンなんですよ。思い出してくれるし、あ、会いたいなって記憶に残ってるわけじゃないですか。はい、でファンになるっていうことは、その人のことがちゃんと信頼してくれてるわけじゃないですか。でうちに俺のとこに来てくれて、俺に話しかけてくれる人、なんで最初知ったのって言うじゃないですか。そしたら、
なんか怪しいやつ喋ってんなってでも話ちゃんと聞くとこいつ真面目に言ってんなってなんですよ。あでもその瞬間はまだ信頼はしてないんですよ、うん、3、4回聞いてるとちょっと言ったことやってみようかなってなんですよ。でやってみたらあ効果があったとかテクニックで、うんうん、とかすげえいい話やった自分でやってみたらあ売り上げ上がったとか、うん、なるとまた見るんですよ、うん、でいわゆるこの成功体験ってやつを何回共有できるかなんですけど、そもそも成功体験共有してもやってくれなかったら何も起きないんですよ。だから大事なのはやってくださいねっていうことをずっと言う、でそれを毎日言い続ける。全員がいるわけじゃない、抜けてる人もたくさんいる、だけど残った人がちゃんとやってくれる。じゃあこのやってもらうためにはさっきの50分と10分を5回、どっちですか？こっちなんですよ、うん、短い時間でもいいからちゃんと毎日接触頻度を持つ。これがめちゃくちゃ大事で、他の人は例えばメルマガとか動画を2日に1回とか3日に1回とか1週間に3回のところを毎日送るんですよ。毎日撮るんですよ。そうすることによって信頼関係を築いていく。でこれは数はバカでもできます。私は動画でやってましたけど、患者さんとかだったら毎日電話してみて、で毎日電話したらうざいってなるんですよ。10人中例えば3人ぐらいはもういい、そんな線でいいからってなるけど、誰でもできる行為って7人の人がファンになってくれるわけじゃないですか、うん、絶対やった方がいいと。特に時間がある最初の段階とかだったら、何々さん大丈夫ですかって電話も最初やってたし、風邪ひいたって言ったらもう持ってってましたよ、かなんか私みたいな人最初時間あったからポスティングがあってら持ってって大丈夫っつってピンポンって押しててやってましたよ。絶対そういうのって結構大事なんですよ。でバカでもできる、さっきも言った通りもう数増やすは誰でもできるし、何でもいいから接触頻度をとにかく増やす。これは1年間全部の患者さんにやってください。絶対に100人はできてます。まあまあ少なくとも10人は絶対コアな、すごく、うん、あこの生態大好きですみたいなファンの人は絶対できてます。ただみんな面倒くさくてやらない。いやそうですよ、そうですよねって言ったらあれですけど、いや絶対なんか、ま、毎日やっぱりやるってなったら、うん、まあいつも言ってるそのまま言ってしまったら気合と根性がいるわけじゃないですか、うん、やっぱりマジで気合と根性、どういう風に続けていけばいいのかなっていうのが気になるんですけど、うん、あーどうやってか。 YouTube とかメルマガは毎日送るって絶対やってる、うん、この8年間ぐらいずっとやってて、うんうん、どうやってモチベーション保つのかって言われたら分からんっす。楽しくはないでしょ、毎日送ること自体は。うん、けど楽しいかどうかって言われたら楽しいわけではないかもしれないし、ただきついかって言われたらきつくはないです。まあまあ頭おかしいんでね、あの送ったら誰か今日一つこうやって眠くなりながらでもいいからファンになるんじゃないかなって考えます。もう疲れてる時とかあるんですよ。なんかね、マジで眠ってる動画ありますよ。先生眠ってましたよねみたいな動画結構あるんですよ。私がずっとずっとみたいな動画あるんですよ。何個もあります。けどそれ見てる方が覚えてるんですよ結構。大丈夫ですかみたいな。先生この前眠ってましたよみたいな。どれやねんですよ。こっち眠ってる意識ないからみたいな。楽しくはないですよ。楽しくはないというか、まあ楽しくなるんですけど、結果、うん、なんか送るとなんか大きいんじゃないかなと思うと毎日送ってますね。あ、うん、松田さん自身はあの昔からそういう継続力ってのはある方でしたか？あります。あ、継続力しかないです。だからそこが難しいですよね。やっぱでも継続力しかないと思いますよ。失敗の数も YouTube も最初からできたわけじゃないし、話すのが好きだったからもうセミナー、治療技術は絶対毎月発表するって決めてずっとと22歳からやってきてもう15年ですよ。だからいや今がこうやって話せてるって思ってるからなんかセンスがとか思うかもしれないけど、最初なんかクズでしたからね、マジで金返せみたいなセミナーしかやってませんでしたから、それはスライドボロボロでとか上司に怒られて修正してクソうるせえよと思ってっていうのをやってきて今って、やろうと思ったら誰でもできることをただやってるんです。だから俺はよく言うんですよ、バカでもできることはちゃんとやる、うんうん、これもう自分がやってきたから誰でもできるじゃん。気合と根性あったら誰でもできることじゃないですか、うん、毎日電話するなんて。だからそれで2年後絶対売上月商100万ぐらいで安定しますから。でしょ、だって毎日電話してみてくださいよ患者さんに。嫌な人もいるかもしれない、いい人の方が多いから、うん、どうですかもどうですかって毎日聞かれてみて、この人本気で直してくれるなって
思ってファンになってって、その人が月に1人でも増えてみてくださいよ。でその人は月4回買うでしょ、うん、そしたら月4万じゃないですか、うん、そしたら12ヶ月のかけ2で24ヶ月でしょ。その人が毎週通ってくれたら100万じゃないですか。25×4 ででしょ。そんな難しいことじゃないんですよ。ちゃんと一個一個やれば絶対ファンもつくし治療にも安定する。めんどくさいことちゃんとやるのが大事です。最初当たり前だけど当たり前のことちゃんと黙々とやるんです。ありがとうございます。はい、ということなんでね、何でしょうか、やっぱりこうファンつけるのはやっぱ地道な作業なんですけど、やっぱ地道な作業やっていくから安定します。まあ、新規取ってしっかり通ってもらうっていうのもすごく大事なんだけど、やっぱ治った人がちゃんとまた痛みが出ないように通ってもらったりとかリピートしてもらう、まあ、ここもすごく大事なことだし、やっぱ信頼関係築くっていうのは1日でできるわけじゃないから、やっぱこの積み重ね、じゃあ時間を1回かければじゃないんですよね。やっぱこの時間の数、会った数、接触した回数がすごく大事になるんで、ぜひね、ザイオス効果を使いながらファンを増やして安定する治療院ぜひね使っていただければ嬉しいなと思います。なんで皆さんぜひぜひ私のファンになっていただきたいので、概要欄の方から限定の本プレゼントしてますから、メルマガ登録してください。そちらの方からね、コンサルだったら月謝100万円のロードマップの教科書だったりとか、あと腰痛の治療の教科書とか、歩行の腰痛がどうやって起きたのかっていうメカニズムの教科書とか、内臓の教科書だったりとか、たくさんのね教科書をプレゼントさせてもらってますので、この YouTube の中身に沿いながらどん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 教科書も増えてきますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、あとね、チャンネル登録してください。あとコメントいただけるとすごく励みになりますし、高評価もいただけるとすごく励みになるので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。はい。じゃあ今日で終わっていきましょう。ぜひ皆さんファンを作って安定した治療に作ってみてください。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。はい。ありがとうございました。なんか接触の話や、接触頻度の話あったじゃないですか。最初、接触頻度だけ聞いたときって、聞いたときになんか、ああ直接会わなきゃいけないのかなって思ったんですけど、別にそういうことではないんです、ね、何でもいいです。あ、これは接触頻度の、まあ、ゴールは、あ、私のこと考えてくれてるってなるのが一番大事。それはメールでもいいんですよ、うん、SNS のコメントでもいいんですよ、うんうんうん、電話でもいいんですよ、うん、Zoom でもいいんですよ、うんうん、会った回数、見た回数、ファンがついてる例えば芸人さんとかで、はい、ファンの感謝祭とか行くと分かるじゃないですか。まあ、絶対接触するんですよ、うん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 、とかやっぱファンの人がまたファンになるのって、あ、今日も来てくれてたんだとか、前も来てくれたよねとか、うんうんうん、これでファンの人がまたファンになるんですよ、うんうん、最初の大事ですよ。誰でもできるじゃないですか、もう頻度だってできるって思いました。確かに、はい、でもできることをちゃんとやってれば必ず安定します。できる山、頑張ります。大事なものは気合いと根性。正解。危ない。危ない。スキルじゃない。ノウハウじゃない。違う、違う、気合いと根性です。ファンになりましたね。ファンにね。はい。ということで、ぜひぜひ皆さん気合いと根性でやってくださいということで、皆さんぜひ毎日時間を使う、連絡する、何か接触頻度を持つ、ザイオス効果ぜひ使ってみてください。接触頻度をチェック。